これ、うわー、うまそう。いやー、これいいな。最高じゃないですか。はい、どうも、料理のリサーリスです。はい、ということでですね、今回は違うところに来ておりますけども、察しのいい方はね、どこかわかるかなっていうふうに思うんで、今回はコラボ動画でございます。いつもどうしようもないこといつも言ってるんですけども、今回はめちゃめちゃ僕の大好きな方とコラボなんですけども、早速お呼びしてもよろしいでしょうか。スルちゃんお願いします。どうも、料理のお兄さん、チュチュでーす。ありがとうございます。すいません、はい、ということで今回は草薙チュさんに来ていただきました。ありがとうございます。まあ、僕のいつもやってるところに来ていただいてるんですけどね、ゆういちさんがね、僕のチャンネルにね、もうちょっと収録済みなので、はい、ゆうちゃん、つよちゃんという中でね、あ、そうですね、やらせていただいて、はい、ありがとうございます、本当に。でもあれですね、はい、ゆうちゃん、はい、結構テンション高めでいつも挨拶なんだ。あ、そう、そうです。いい感じなんですか。どうも、りょうりのりさん、りゅうちでーす。あ、いいね、はい、そういう感じで始めるか。そういう感じだ。そのテンションなんだね。このテンション、はい、自分のチャンネルそうやってやられてんだと思って。そう、そうなんですよ、はい。今回は僕のチャンネルということで、今日はつよちゃん、はい、なんだよ、りゅうちゃん。なんだよ、りゅうちゃん。はい、クリスマスも近いっていうことで、うん、はい、クリスマスっぽいようなレシピ。いいですね、はい、今日はですね、いつも僕が作ってるんで、うん、今日はつよちゃんに作ってもらいます。じゃあ、りゅうちゃんのご指導を受けつつ、はい、僕の方のチャンネルでもね、はい、りゅうちゃんがやってくれたね、はい、パスタと担々麺ね、はい、簡単で本当美味しかった。ありがとうございます。結構感動してんのよ。あ、本当ですか。料理ってやっぱりちょっとしたことで、はい、変わるなって分かってはいるんだけど、はい、うちのスタッフの方とか、はい、あんまセンスなくて。いや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 、ごめんね、そんな。いやいやいや、一生懸命やってくれてるんだけど。聞いてますか。なんかね、すごいなんかセンスなくて。今回はこれで超簡単に、うん、お肉のピザ、はい、はい、今日は肉ピザをつよちゃんに作っていただきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介から行かせていただいて、はいはい、いつも僕のチャンネルでやってるんですけども、はい、豚肉が、ロース肉が2枚。いいやつだね、これ。これ、結構いいやつを。いいやつだ、見た目でいいよ。買ってきました。はい。奮発してくれたの。奮発しました。150g ずつぐらいのものを用意しました。うんうん、市販のね、ピザソースです。市販のトマトソースとかでもいいんですけども、うん、ちょっとね、こう、ねっとりしてるものというか、うん、ちょっとこう、濡れるようなぐらいの硬さのものを。今回はピザソースです。ピザ用チーズですね。うん、はい。これが、まあ、たっぷり。塩、コショウとオリーブオイル。あと、タバスコですね。うん、はい、シンプルではあるけど、シンプル、まあ、よく言われてみたらピザっぽいですね、こういうのとかね、こう、はい、うん、これからやっていきます、うん、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ、つよさん、あのくるりんぱで、くるりんぱで、はい、はい、それ上島さんのそうそうそう、ちょっとゆうちゃんじゃない、はい、どうしよう、言いたかった、はい、はい、大丈夫です、はい、お肉をまな板に乗せていただいて、はい、はい、筋を切りたいので、あ、なんか言いますよね、油と肉の筋のところをこうちょんちょんちょんと、こう、こう、あ、そうです、そうです、この、はい、もうちょっと、そうです、もうちょい、これすることどうなんですか、これ。これで伸び縮みしなくなるんですね。このまま焼いちゃうとキュッとこう固くなっちゃうんですけども、あ、なるほどね、筋を切ることによって柔らかく仕上がるんで、これ、はい、そうです、赤身と脂身の境目のところを全部もうぶっ刺しちゃって、あ、そうです、そうなんだね、そうです、筋が縮まってくるんだ。そうなんです、裏返してもらって、はい、はい、これね、やんないね、結構意外とね、皆さんやらないんですけども、うん、まあ、最近はね、こういうお肉だとカットされてるものもあるんですけども、うん、料理人っぽいね、そう、あ、一応料理研究家です。さすがっすね、ゆうちゃん、さすがっすね、くるりんぱ、はい、くるりんぱ、どうやっぱりつよちゃんは、まあ、お家ではかなり料理される。あ、そうですね、まあ鍋が多いんですけど、うん、肉もね、焼くことありますよ。筋やっぱりやったことないね。あ、本当ですか。鶏肉とか、うん、ただ焼くだけとか結構好き。結構皮カリカリにするまで焼いたりして、シンプルで好き。塩コショウだけで美味しいんですね。あ、そう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 、よし、行きました。はい、行きましたね、うん、そしたらお塩と胡椒で味をつけてください、はい、もう本当に一つまみ、二つまみぐらいで、はい、裏表ですよ、ね、裏表で、はい、うん、これも少々ぐらいで大丈夫です、はい、このチャンネルはあんまりこれは面白い。あ、そうなの。もう本当に数えるぐらいしかないです、これ多分。あの、僕のチャンネルの視聴者はすげえびっくりしてると思います。草薙さん出てるっていう感じで。いや、嬉しいんですよ。いや、本当に僕も昔からファンですので。いやいやいや、もうそう言っていただけると嬉しいですよね。やっぱりファンの方があってね、見てくれる方いないと寂しいですもんね。あ、そうですね、はい。チャンネル登録者130万人って。いや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 、何年ぐらいやられてるんですか。2年、半端じゃないじゃないですか、はい、需要あるんですよ、りゅうちゃんのこの料理が。じゃないとね、2年で130万人だね。そんなの普通じゃない、そんなの。そしたら今度はもうこれからもうすぐ焼いていく。そうなんだ、はい、これから焼きの工程に入っていきます。いいっすね、はい、そしたら、フライパンを温めて、はい、オリーブオイルを少し。なるほどね、はい、オリーブオイル
そうです。ピザっぽくなってきましたね。こんな感じですね。はい。フライパン温めてもらって、ピザってオーブンとか使いがちだと思うんですけども、今回はピザなんですけども、フライパン1個で。なるほど。やっちゃいます。バズレシピ簡単なのが売りだったりする。みんなやる気になるからね。じゃあ焼いてまいりますよ。焼きに入ります。はい。僕のチャンネルで草薙さんが料理をしてるっていう。ピザ君も心の中で泣いてると思う。俺も泣いてる。感動して。ゆうちゃん、それやっちゃう。くるりんぱ、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 ちょっと気に入っちゃった。豚からもやっぱ油出てきますもんね。油結構出てきますね。だからオリーブオイルはまあもうお好みで両面焼いていくんですけども、結構ね、火はね8割方通しちゃう感じですね。お肉なんですけども、最初にちょっとこう常温に戻っておくのがポイントですね。そうなんだ、焼く前に。はい、あのなんか冷凍庫から出したてだと、中まで火が通るのがすごく遅くなっちゃうんですね。あー、なるほどね。そうすると、あの温度差で結構硬くなっちゃったりするんで。あー、それ全然気使ってないです。本当ですか。うん、調理するちょっと前に見計らって出しとくんだね。そうですね、出しといたり、あとは急いでる時は電子レンジに入れて、あー、そうか、10秒とか20秒とかちょっと温めると、こう常温に戻っていくんで、それやるだけでも全然違います。いやー、頭下がります、本当に。普通冷蔵庫から出したらすぐ焼いちゃうもん、肉って。それすごいいい情報。ステーキっぽいような厚い肉を焼くときは、常温に戻してもらうと全然仕上がりが違うんで、ぜひ活用してください。ゆうちゃん、ゆうちゃん活用するよ。いい感じになってきましたね。火通ってると思いますので、でそしたら、このピザソースを、大体このお肉の一面にこう塗ってあげるような感じで。なるほどね、はい。これも市販で売ってるやつ。これ市販のピザソース。ちょっと伸ばしていただいて、バッチリだと思います。そしたら、ここに、ピザチーズを上にもうこんもりと。いいですね。もうちょい乗せちゃいます。ピザの。だから。はい。このままだとちょっとピザ溶けないんで、ここで蒸し焼きしていくんです。中火から弱火の間ぐらい。これで蒸し焼きされると、開けた時には豚肉の中まで火が通ってて、ピザは上からとろけてくる。一石二鳥とはこのことですね。いや、一石三鳥ぐらいですよ、これ。三鳥ぐらいで。チーズが溶けてきて、で中はもう本当に蒸気で蒸されてるような状態なので、溶けたら完成です。最高じゃないですか。クリスマスってみんなローストビーフを塊のまま焼いたりとか、ローストチキンを塊のまま焼いたりとかっていうのが多いじゃないですか、すごく気合い入れないとできないっていうのがあって、これって結構手軽じゃないですか。すごい手軽、手軽なクリスマスがあるとクリスマスメニューを楽しめるんじゃないかなと思って開発されました。スルちゃんはクリスマスとかどうされてるんですか？クリスマスはね、大体お仕事だけど、正直ね、何十年も仕事だったね。それがそれでなんか華やかで、クリスマス感があるっていう。ゆうちゃんはどんな感じ？僕もでも最近は仕事ですね。一緒だね。一緒ですね。一緒だね。はい、今年もね、こういうの作ってみてもいいかもしれない。甥とかいるんで、年末年始とか、ちょっと集まる機会があったら。華やかで簡単にできますから。そしたらもう、上のチーズがかなりとろけてきてますんで。おー、これいいね。これ、うわー、うまそう。いやー、これいいな。最高じゃないですか。食卓にはこのまま出しちゃう。あ、フライパンのまま。フライパンのまま。あー、いいねー。ちょっとかけますか、じゃあ。はい。そうすると、ちょっとピザ感が。ほんとだー。やっぱこの色はいいね。そうなんですよ。ピサッとね、かけてあげる。イタリアンカラーが。イタリアンカラー。おー、いいね、もう。はい、完璧。完璧ですね。ということで、肉ピザの完成です。イェイ。はい、ということで、できましたので、切り分けますね。ありがとう。しかし、この、何、クオリティの高さ。ピザだね、本当に見た目は。この感じです。このぐらいのやっぱ厚みのあるロースがいいのかな。もう少し薄めのやつでも大丈夫です。これはチーズとピザソースが美味しいから、どうやっても美味しいです。失敗がないじゃん。ぜひ、召し上がってください。じゃあ、食べます。はい。いいですか？はい。一番チーズが乗ってるとこ、行こうかな。いただきます。はい。いい顔が。うまいね。ありがとうございます。うん。僕もいただきます。
うまいっすね。うまいね。これ実はですね、糖質も少ないんですよ。ピザってパンを使ってるので、糖質すごく高いんですけども、パンの代わりにお肉を使ってるんで、これ糖質実はね少ないんですよ。なるほどね。生地はもちろんないから、はい、ピザの、はい、でもね、香りはピザだから、すごいいいね。そうですか。ピザソースをね、肉に使うって経験がないからね、新鮮、うまっ。ここでつよちゃんがめちゃめちゃ美味しそうに食べてくれるっていうだけで、それだけでご飯3杯ぐらいいけますね。なんかね、ピザの上の具を食べてる、贅沢に。こういう感じ。チーズとさ、豚肉ってこんな合うんだっつうか。あ、そうですね。あれしよう。ありがとうございます、タバスコぜひ。ピザはタバスコなんで、はい。天才。本当ですか。ありがとうございます。天才です、彼は。いや、ありがとうございます。マジでうまい。この前に2本、つよちゃんのチャンネルでやってるんですけども、全部めっちゃ食べてくれるのですごく嬉しい。はい、ありがとうございます。本当に美味しいの食べてくれるから泣けてきますこれね。いや、うまいな。年末年始のね、メニュー決まったわ。決まりました。うん、ちょっともうちょっと早朝だよ。ちょっともうちょっと早朝だよ。突然じゅーちゃんだからね。僕なんですね。いや、うまいわ。つよちゃん、他の料理もかなり食べてもらってるので。いや、もう今日ここで一日食べて帰ろうと思って。本当ですか。あと1本ありますので。あ、楽しみ、楽しみ、はい、本当ですか、ありがとうございます、じゃあ今日はですね、リュウジのバズレシピ、今日は草薙、つよさん、つよちゃんに来ていただきましたので、リュウちゃん&つよちゃんでね、リュウちゃん&つよちゃん両方のチャンネル登録をよろしくお願いします、はい。